買い物に来たのか？うん。いろいろあったけど、過信探査もなんとか無事に終わったからね。それを祝して、シアターで打ち上げをすることになったの。そうだ！あなたたちも来ない？賑やかで楽しいよ。うちのシアターの恒例なんだ。重要な公演が終わるたびに、みんなで集まってお互いをねぎらうの。それに、リハーサルをするのだって大変だし、ずっと気を張り詰めてたら、そのうち力尽きちゃうでしょ？シアターのマネージャーをしているズバイルさんはね、打ち上げはただ祝うだけじゃなく、反省や総括も目的だってよく言うけど、いざ打ち上げが始まると、誰もそんなこと覚えていないんだ。ズバイルさんも、いつまでも部長面を貫く必要なんてないと思うけどね。オイラたち、これまでいろんなお祭りに参加してきたけど、その打ち上げって、お祭りみたいに美味しいものがたくさん出るのか？そうだよ。みんなと一緒に食事して、乾杯をするの。そして、プレゼントの交換もするんだ。これまでのお互いの努力を感謝しながらね。プレゼントを用意する必要があるのか。そんなことないぞ。これって令和往来をたっ飛ぶってやつだろ。それくらいオイラだってわかってるぞ。けどその前に少しモラを貸してくれないか。大丈夫だよ。パイモンも焦る必要ないから安心して。プレゼントは準備しなくても参加できるの。このプレゼント交換は、あくまで打ち上げをより盛り上げるのが目的なだけだから。それに、あなたたちが来てくれることが一番のプレゼントだよ。あなたたちをシアターのみんなにちょうど紹介したかったんだ。一番重要なのは療養だから。私もお見舞いに行こうとしたんだけど、彼女の家の人が入れてくれなくって、話も聞いてくれなかったんだ。だから代わりに手紙を残したの。しっかり休んで元気になってねって。もう少しして彼女の体調が良くなったら一緒にシアターでお祝いできるはずだよ。お前とニーローのおかげであいつの容体も落ち着いたんだよな。謙虚なんだね。パイモンが私とあなたのことを並べていったけど、ちょっと照れちゃうな。だってあなたの貢献に比べたら、私がしたことなんて、些細なことだもん。この話は、ひとまず置いといて。それよりも、私たちの打ち上げに参加してくれるよね。うん、楽しそうだし、オイラたちも行こうぜ。よかった。それじゃあ、今からシアターに。お、すっかりこのこと忘れてた。え、これ全部お前が買ったのか？ううん、私が買ったのは一箱だけなんだけど、気づいたらおまけがどんどん増えちゃって。いやいや、おまけってこんなにもらえないだろう。買ったものとおまけの割合が釣り合ってないぞ。みんなと話しているうちにいつの間にか両手で抱えきれないほどになってて、いつもこうなるんだよね。何回かに分けて持って帰って、また買い物に戻ろうと思ってたんだけど、
そうすると時間に間に合わなそうだし。まだ買うものがあるのかよ。しまう収納術が得意だからな。そうだろう。本当にごめんね。打ち上げに誘うつもりが逆に迷惑をかけちゃうなんて。それじゃあ急いで残りのものを買ってシアターに戻ろう。これはニーローではありませんか。こんにちは、ジュートさん。新鮮な食材はまだ残ってるかな。ええ、もちろんです。聞きましたよ、ズバイルシアターで打ち上げをするとか。ですので、あなたたちのために取っておきました。でも見たところ、そちらのお二人の分も食材を追加する必要がありそうですね。お、紹介するね。こちらは旅人、とってもすごい冒険者さんなんだ。で、こっちがパイモン、旅人のそばにいる頼もしいガイドさん。違うぞ。で、え、間違ってない？おい、今の聞いたか？ニーローを甘く見ないでください。たとえ些細なことでも彼女は人のことを忘れたりしません。それに彼女はとても勇敢でもあります。この前、打獣の口から私の貴重な香料を救い出してくれたんですよ。大したことじゃないよ。それにみんなにはいつもお世話になってるからね。あ、急いでるのに話がそれちゃったね。ジュートさん、さっきの話ってもしかして用意してくれた品が足りないってこと？あれは冗談ですよ。商売をするときはいつだって予備を用意しておくものです。一つや二つ多くなるなんてザラにありますからね。おっと、そういえばそちらのご友人お二人は他国からいらした方のようですが、おいしいタフチンを食べたことはありますか？やった、ジュートさん、またタフチンを作ってくれたんだ。タフチンはね、お米とお肉を混ぜて作ったケーキみたいな食べ物なんだ。しかもジュートさんのは特製の香料も入ってるの。その香りは濃厚で不思議でね、ジュートさんのところに子供がたくさん集まってたら、それはタフチーンの香りに引き寄せられたってことなんだ。子供だけではありませんよ。ニーローだってよく彼らと一緒に来るではありませんか。私、もしかして食いしん坊なのかな。どうやらオイラたちって似た者同士みたいだな。大丈夫だぞ、誰だって美味しいものは好きだからな。では少々お待ちください、すぐ準備しますので。シアターのお客さんをもてなすときに出すものですから、もちろん味には自信ありますよ。それと、たくさん作ったので包んでおきました。後でシアターの皆さんにもお渡しください。え？本当にいいの？しかもこんなにたくさん。構いませんよ。1個作ろうと100個作ろうと同じことですから。むしろ在庫の整理ができて、私の方が感謝したいくらいです。
いえいえ、遠慮しないでください。それに食べた後にモラを払えたなんて、お客さんを騙したみたいじゃないですか。そんな商売はしませんよ。はい、食材と包んだ料理です。またお越しくださいね。なんでこんなに荷物が多くなるのか、オイラ、分かった気がするぞ。ニーロ、ちょうどいいところに来た。注文してた布が全部届いたぜ。あとあともう少し遅かったら、危うくダジュに食べられるところだったぞ。また冗談を言って。アフシンさん、ダジュはそんなの食べないでしょ。もしかしてジュートが言ってた香料を食べたダジュって、お前がダジュじゃないだろうな。おっと、そういえばそうだったな。もしニーローがあの場にいなかったら、俺の半月分の売り上げが全部パーになって賠償金になってたところだ。バジューって力が強いから、口から物を取り返すのってまるで綱引きみたいだったよ。あいつらってほんと何でも食べるんだな。あ、どういう意味だ。実はそうでもないんだ。ダジュは腹が減ってなくても、物を噛むのが好きだからって理由で何かを食べることがある。そしてさっき言った布は上質な素材を使っていて、非常に破れにくいもんだ。ダジュがこれを噛んだら丸一日は咀嚼に時間がかかる。お前まさか実際に試したのかよ。本当のことだぞ、嘘はついてない。まあ、あれは事故だったんだがな。こんな上質なものも実験に使うなんてもったいないだろう。へえ、確かに良さそうな布だな。なんだ、興味が出てきたか。もし欲しけりゃ、今なら2つ購入で2割引きにしてやるぞ。2割引き？かなりお得だな。どうする？アフシンさん、そんな口車でその気にさせちゃダメだよ。パイモンの心が揺れてるでしょ。え、口車？さっき言ってた布の質の話って、もしかして全部嘘なのか。うん、そういうわけじゃないんだけど、ただアフシンさんは物語を話すのが得意で、たとえそんなに必要なものじゃなくても、彼の話を聞いているうちにだんだん買いたくなっちゃうんだ。私も前に使わないものをたくさん買ったせいで、ズバイルさんに厳しく注意されたことがあってね。そんな目で見るなよ。彼女は注意されただけだが、俺はこっぴどく叱られたんだぞ。だが物語は商品に価値を与えるっていうのが俺の信条でな。それもあって商売を始めた頃からずっと売り上げも好調だ。ニーローは稀に見る聞き手だよ。あの時俺が言ったことを全部鵜呑みにしたことだからな。まあ彼女に物を売る時、その嬉しそうな表情を見て逆に罪悪感を覚えちまったが、彼女にこんなたくさんのものは必要ないって分かってたしな。それで俺は気づかされたんだ。物語を話すのはあくまでも手段であって目的じゃない。商売をするときは物を売ることだけを考えてちゃいけないってな。気にしないで、今はみんな友達だし、もう過ぎた話だから。そういえば今回仕入れた品の中にあんま質の良くないもんがあってな。普段使いには全然問題ないんだが、何せ俺の客たちは細かいことにうるさい。それに今から新しい買い手を探すにも時間と労力がかかる。で、相談なんだが、ニーロ、これを全部もらってくれないか。え？うん、そんなわけにはいかないよ。俺を助けると思って。な、道具を作るときに結構使うだろ。ここに置いとくと保管と配送でモラがかかるんだ。一日置いとくことにその分だけ損が生じる。けどそれなら通常の値段で買うよ。いやいや、売れないものだって言っただろ。
それにもしこれでモラを受け取ったらまた俺が商品を売るために物語を作ったことになっちまう。気にせず持ってけ。どうしても気が引けるってんなら後日シアターのチケットを何枚か送ってくれたらいい。ああそうだ、君たちも受け取ってくれ。冒険者なら何かと材料が必要だろう。オイラたちの分まであるのかよ。さあ持ってけ。それを見てると頭を抱えたくなるんだ。助かるぜ。もう一つ寄りたいお店があるんだけど、そんなにたくさん荷物を持ってて大丈夫？いいよ、やっと来た。ファルハードのやつがお前たちの道具を盗み見てたぜ。いやいや、俺はただ新しい劇の内容を予想するために参考にしてただけで。そんなことしたら楽しみが減っちまうだろ。そうだよ、本番までの楽しみにしててね。あれ、その二人どっかで見たよな。もしかして過信山祭の時に来てたやつらか。うん、この二人も今日の打ち上げに参加するんだ。ってことはかなり賑やかになりそうだな。さっきファルハードとも話したんだが、夜になったら二人で顔を出すよ。よかった。リカードとペガールお姉ちゃんもきっとあなたたちと話したいはずだよ。あと俺たちからささやかなプレゼントを用意した。今からかぶるな。見ろ、この花冠だ。打ち上げならこれをかぶった方がお祝いの雰囲気が出るだろ。わあ、素敵だね。あなたが作ったの？いいや、作ったのはファルハードだ。まあこいつの見た目からじゃ想像できないよな。実はこっそりといろんな技術を勉強してるみたいだぜ。確かに少し意外だな。肉体労働をする人間が編み物をしてはいけないなんてルールはないだろ。俺だってかなり時間をかけたんだからな。分かってる分かってる、俺はちゃんと見てきたからな。別に茶化したわけじゃない。ほらお客さんもかぶってみろよ。お前に合うサイズもある。うん、よく似合ってるね。綺麗だな。オイラがかぶれるようなサイズはあるか？残念だけど子供用のは全部配っちゃったんだ。まさかシアターに君みたいな不思議なお客さんが来るとは思わなくてね。不思議、なんだか変な感じがするけど、まあいい、許してやるな。そうだ、荷物が多いみたいだし運ぶのを手伝おう。普段俺は運搬業をしててな、運ぶのは得意なんだ。おお、頼むぜ。早く早く。プロの人なんだし、いいだろ。助けてくれてありがとう、ファルハードさん。でも、先に言っておくけど、後で機械を見つけて、新しい劇の内容を聞くとかはなしだからね。もしそうなったら、今回は私もズバイルさんが怒るのを止められないかもしれないし。ほら見ろ、お前の思惑が見え見えだから、ニーローだって気づいたぞ。余計なこと言うなって。分かってるさ、あの人を怒らせる度胸なんてないからね。でもフーサングのものも考えると、一度に全て運ぶには俺たち全員で分担する必要がありそうだ。さすがに俺にも限界があるからな。タイムも運びたくないみたいだから、私が少し多く運ぶよ。こう見えて普段から真面目にトレーニングしてるんだ。踊る時って力とバランスが大事だからね。いやいや、オイラ運ぶの任せてくれ。それにもう食べちゃったし。よいしょよいしょよいしょ、もう止め
結構な量だな。この後の打ち上げが楽しみだ。ありがとう、パルハードさん。ありがとう、力持ちさん。おお、後で倍返し食べてやるよ。それじゃあ、俺は邪魔にならないよう先に失礼するよ。うん、またね。アルハードさんが助けてくれて本当に良かったね。そうだよ、みんなここに集まって商売をしてるでしょ。だからご近所さんみたいな関係かな。モラを稼ぐことよりも助け合うことを優先するんだ。いつもこんなにいろいろもらえるんなら生活に困ることもないよな。最初はね、私も申し訳ない気持ちでいっぱいだったんだ。人にもらってばかりで何度か恩返ししなきゃって思ってたの。でもアフシンさんが言っていたように、私が何かを受け取ることで彼の役に立ち、モラの節約になることもある。誤って購入した品も、多く仕入れすぎちゃった食べ物も、誰かに譲ることでこそ最大限の価値を発揮するの。そんなことをいちいち気にする必要はないんだ。彼らが助けを必要としている時に全力で手を貸せばいいんだよ。なるほど、確かに一理あるな。今ではこれが私たちの間で常識になってる。誰もその細かな受け渡しなんて気にしてないの。だからあなたたちも気にしないでね。今はこれをズバイルさんのところに持って行って、ついでに少し準備をすればいいだけ。あなたたちはシアターで時間を潰すか、ここに住んでいる人たちとお話ししてきたらどうかな。安心して、ズバイルさんはすごいんだから。それにあなたたちはお客さんでしょ。打ち上げを楽しみにしててくれたらそれでいいよ。ここって本当にいい雰囲気のところだよな。おいらたちもたまにはいらなく。おーい、こんにちは。ん、ああ、新入りか。あんまり賢くなさそうなやつだな。おい、お前いきなり何なんだよ。君の方は、ただものじゃなさそうだ。君にとって芸術は何だと思う？ただ興味があるだけだ。答えなくても構わない。君はそう思っているのか。特に評価する点はないな。一般人の考えよりはマシだが、あまり違いはない。芸術、それは創作によって生まれた加工品なのか、それとも天然の資源なのか。少なくとも俺は後者だと思う。よくわからないんだけど、俺は長いことここにいて時々セリフを書くのを手伝っている。だが何もせず、ただ見ていることの方が多い。むしろ俺がやる必要はないだろう。もし俺がやったら見る意味がなくなってしまうと言った方がいいか。シアターや音色、そして人の存在は皆芸術と言える。それは決して遠い存在ではない。オイラたちと何の関係があるんだよ。ではこう聞こう。芸術の意味は何なの？困らせたみたいだな。俺はただインスピレーションを待っているだけだ。舞台上と舞台下の人たちを、そして君たちのことをずっと見守っている。芸術はここにあるのだから。やあ、ニーローの荷物を運んでるところを見たよ。
あなたたちも打ち上げに参加しに来たんだろう。おう、そうだぞ。私はリカード。ネガールと同じくここの道具係だ。あと掃除とかの雑務もやってる。シアターで遊んでるのはうちの子ソリンとエイブだ。あなたたちの邪魔をしてなきゃいいんだけどね。あの子たちはお祝いってなるといつもあんな風にはしゃぎ回るんだ。そうだね、私はここの人たちに世話になってる。仕事はあるし給料も滞納したことがない。それにニーローたちがよく子供と遊んでくれる。今の私には十分すぎる環境だ。その言い方だと過去に何かあったのか。いや気にしなくていい。もう昔のことだからな。実は私も夫も冒険者だったんだけど、彼は事故で亡くなってね。物質的な問題はいずれ乗り越えられる。だが私はただ生きるだけの人生を歩むことになった。幸いそんな私にズバイルさんが手を差し伸べてくれたんだ。ここの雰囲気は穏やかだし寛容で気に入ってる。ごめん、悲しいことを思い出させちゃったな。平気さ、私ももう気にしてない。打ち上げが始まったら私の言った雰囲気を実際に感じられると思うよ。上がっちゃダメだよ。そっか、ごめん、ちょっと反応が大げさだったね。私はその道具を作ってるからおしゃべりしてる暇はないの。それって刺繍か。いや刺繍だけど刺繍じゃない、これは道具。ただの布で演出に使うもの。とにかくどこにでもある布だから。ごめん、道具を作るのに集中しないと。変わったやつだな。道具を作ってるだけなのになんであんなに口ごもるんだろう。まあいいや、こいつのことは放っておこうぜ。お、ニーロー、ニーローが戻ってきたぞ。そろそろ打ち上げが始まるだろうし、ニーロー。お待たせ、打ち上げの準備が終わったよ。みんなに集まってもらって始めよっか。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。オイラたちもプレゼントを用意しておけばよかったな。そうしたらオイラたちも抽選に参加できたし、今は見てることしかできないな。やっぱりやめよう。上手にできなかったし、みんな気に入ってくれないかも。そんなこと言わないで。約束したでしょ、みんなにサプライズプレゼントを届けるって。これまでこういった打ち上げに参加したことがなかったし、今回はいい機会だよ。みんなきっとあなたのことを歓迎してくれるから。やっぱ無理だよ。大丈夫だから心配しないで。とにかくまずは自分にチャンスを与えないと。ほら、一歩前に踏み出そう。ここにあなたを怖がらせるような人はいない。そうでしょ。うん。よし、私が背中を押してあげる。みんな注目。ミナヤからみんなにいい話があるみたいだよ。ちょっと待って。まだ準備できてないって言ったのに。こういった時何を言ったら。ゆっくりでいいよ、緊張しないで。まずは深呼吸して。
落ち着いて自分のやりたいことをみんなに伝えれば大丈夫。もしここで言わなかったら、今まで一生懸命練習してきた刺繍が台無しになっちゃうよ。でもこんなのプレゼントして本当にいいの？上手にできなかったのに。なるほど、イナヤはさっき道具を作ってるって言ってたけど、本当は今日のプレゼントを準備してたんだな。ああ、ここにまだ馴染んでないみたいだ。ニーローはその手助けをしてるっぽいな。実は打ち上げを始める前にイナヤが特別なプレゼントを用意してくれたの。今からみんなに配るね。やったー、イナヤ姉ちゃんからのプレゼント。そういうの初めてだよね。静かに。ジュリーたちが騒ぐと彼女は余計に緊張してしまう。時間をかけて準備したんだろう。それなら自信を持っていい。何も怯える必要はない。ズバイルさんはいるか？シェイクズバイル、強霊院からの緊急通知だ。即刻打ち上げなんてものは中止してもらおう。こいつ、ずいぶん態度が荒っぽいな。一体何なんだ？ズバイルシアターは長い間強霊院の命令に背いてきた。ゆえにシアターの取り壊しが決まった。ここの責任者であるお前は30日以内に営業を停止し、従業員を解雇せよ。その後強霊院へ行き処罰を受けることになる。どうして、なんでこんな突然。お嬢さん、これまでも警告はしてきたはずだ。以前話を聞いた時には取り壊しのことなど言っていなかった。だがそれを突然30日の期限を設けるなど。これから公演の予定もある。30日では何もできやしない。お客さんと従業員たちにどう説明すればいい。それは俺が考えるべきことではないな、ズバイルさん。そこまでちゃんと考えられるのなら、なぜ事前に準備をしてこなかったのかを反省すべきだ。取り壊し？なんでここを取り壊すんだ？もともと強霊院が私たちに抱いている印象って良くないんだ。それに彼らは私たちの公演が気に入らないの。ただの時間の無駄だって思ってるから。前にも何度かここに来て公演の質をもっと高めて、より知的な劇を演じろって言われたことがあってね。でも私たちの観客は強霊院の人じゃなくてグランドバザールの人たちでしょ。その内容が分かりにくいものだったり、身の回りの生活に関係ないものだったりしたら、見に来てくれる人もいなくなっちゃう。もしそんなことをしたら私たちは生きていけなくなる。それにそれは決して私たちが望んでいるものじゃない。うん、私たちにとってシアターはとても大切なものだからね。こいつらのやり方ってちょっと勝手すぎないか。でもどうすれば彼らを止められるのか私にもわからなくって。こちらに一から説明する気はない。時間がないというのならあれこれ聞くのではなく、さっさと要求通り動いた方がいいぞ。俺たちはそれを受け入れるつもりはない。むしろこういったことを突然知らせるのは規定にそぐわないはずだ。誰に聞こうとも答えは同じ。俺たちは十分伝えたはずだ。もういい。嫌がらせをするにも程があるでしょ、お父さん。お父さん？え？こいつってイナヤのお父さんなのか？強霊院のことを口にしてるけど、結局はお父さんがここを嫌いなだけでしょ。強霊院の権力で私たちを脅してるだけじゃない。言っておくけど、たとえお父さんがここを取り壊しても何も変わらない。お父さんがひどいってことは知ってた。でもまさかここまで卑怯だなんて思わなかったよ。
俺はただ公務を執行しているだけだ。お前がどこにいようと何をしようと関係ない。それにお前が何を考えているかもな。お前たちがどうしようもない愚かなものでないことを願おう。これ以上私の口から言わせないでくれ。さっさと片付けて営業停止の準備に取り掛かるんだな。もうなんでいつもこうなるの。確かに残念なことだが仕方がない。今日はこれでお開きにしよう。みんな片付けてくれ。明日また話し合いをしてくる。まったくこのような不良の災難が一番厄介だ。家出した後、私が彼女をズバイルシアターまで連れてきたんだ。彼女は家のことをほとんど口にしなかったけど、家族と喧嘩したってことだけは私も知ってて、ね、まさかこんな形で爆発するなんて。お前たちは何も悪いことをしてないんだし、教練員の言うことなんて聞く必要ないぞ。それなら、あいつらのことなんか恐れずに、いっそ正面からぶつかってやろうぜ。
それもそうだな。私も解決策を考えてみるよ。そうしないとみんないつまでも怯え続けることになるもんね。どうしよう。表向きは公演を中止するふりをして、実際は他の場所でこっそり行うとか、それかお客さんたちの中から協力してくれる人を探すとか。どっちもいまいちだな。確かに学者は問題を議論するのが好きだけど、でもそれで一体どうするの？そうだ、もしひなやのお父さんに教練員の見解が間違ってるって証明できれば、シアターを取り壊す理由もなくなるよな。そっか、討論で彼に勝つってわけだね。うん、いい方法だと思うよ。でも私たちの中に学者に反論できる人なんているのかな。私？無理無理無理、私喧嘩とか一番苦手だもん。討論をするなんて私にはできないよ。お前が今こんなに悩んでるってことは本当にここを守りたいってことだろ。私にとっても、ここにいるみんなにとっても、シアターはかけがえのないものだけど、でも、そんな重たい責任を本当に私が背負えるのかな。おいらも協力するぞ。しっかり準備すれば、きっと自信もついてくるはずだぜ。自分を信じろ。ありがとう。上手にやれないかもしれないけど、みんなのために全力を尽くしてみるよ。おう、応援してるぜ。早速戻ってこのことをみんなに伝えよう。教練員の奴らに勝ったなんて、卵を持って石を打つようなもんだ。でも君たちが試そうというのなら俺も止めはせぬ。そもそもこれ以上悪くなることもないからな。そう悲観的にならないで。シャリフからしたらニーローの考えは甘く見えるかもしれないけど、それこそが彼らに一番欠けているものでしょ。むしろ思いがけない結果をもたらすんじゃない？ああ、俺も賛成しよう。ロマンある考えだ。劇の世界において弱者が強者に勝つ物語は欠かせないものだからな。でもそれってあくまで劇の話で、現実世界じゃありえないだろ。ああ、別にニーローを支持しないってわけじゃないぞ。手が必要なら遠慮せず言ってくれ。何もせず、ただシアターが取り壊されるのを見るよりマシだ。私も協力するよ。教練員の人たちに私たちの闘志を見せてやろう。みんなありがとう。みんなの応援のおかげで私もだいぶ心が落ち着いたよ。水を差すつもりはないけど、お父さんはそう簡単に打ち負かせる人じゃないよ。あの人は博識で論理的でとても厳格だから、討論で勝つのかなり難しいと思う。みんなだって分かってるでしょ。
でもニーロのやる気をそぎたくないから口にしないだけ。結局さ、これって彼女を傷つけることになるんじゃない？やめるんだ、イナヤ。ごめんなさい、空気を悪くして。私はただ無理やりいい結果を期待するなんてことできないの。それに不可能なことに挑戦するニーロを見たくないから。お客さん、もし雲行きが怪しくなったら。あまりに遠すぎる。俺にもわからん。簡単だが、やつらはあまりに理不尽だ。今までシアターのチームはしっかりと管理してきた。手続きや許可が欠けたことなんて過
去に一度もない。今回みたいな事態になった際、それを盾に彼らの口を塞ぐつもりでいた。だがまさかあの連中、規則すら守らないとは。ああ、分かっている。だがシアターにいる限り、彼女はここの人間だ。もしシアターの人たちが外からの圧力に怯えるようになったら、ここのマネージャーとしての意味がない。とにかく自信を持ち、規則に従ってことを進めればいい。彼らにシアターを取り壊す資格はない。少なくとも今はそうだ。その姿勢を貫き、彼らに譲歩させることができれば、勢いで相手を圧倒できるだろう。うん、覚えておくよ。こういったことは俺もよく目にしてきた。相手はあの強霊員だからな。君たちが準備している間、俺はシアターの今後のことを手配しなければならない。最悪の事態に備えておく必要があるからな。そっちの話が一段落したら、常連さんたちに公演の中止を伝えてくれ。本当に公演を中止しなきゃいけないのか？今は誰も公演を行う余裕などないだろう。それに俺はシアターの人間だけでなく、観客たちへの責任も持たなければならない。こうするしかないな。ニロ、君は偉い。将来のことを一番心配する必要がないのは君だというのに、最初に立ち上がったのも君だった。ここを離れるなんて考えたことないから。スパイルさん、私は心の底からここが好きで、これからもここで踊り続けたいの。それにみんなとも一緒に踊りたい。ますます彼女に似てきたな。応援している。人事を尽くして天命を待つといい。彼女って私の先生で、踊りがとても上手な人なんだ。君たちのこと今やも言うとっても、だってもし言えろ。それに、いつか機会があったら彼女のことを話してあげるよ。アドバイスをしようと思ったんだが、それは話してくれてもいいぞ。その前に、この間の質問について君たちは新たな答えを出しただろうか。それについて語り合うのも悪くないと思うんだが、さあ、芸術の意味とは何だと思う？またかよ。けど芸術の価値を証明するには、どちらにせよこの問題と向き合わないといけないよね。どう言葉にしたらいいかわからないんだけど、私たちの公演でお客さんが喜んでくれたら私も嬉しくなるんだ。これもある種の意味って言えるんじゃないかな。ニーローのやつ、真面目に答えてるな。こいつがいつも意味わかんないこと言ってるの知らないのかな。いやいや、ニーローの答えは君のよりずっといいぞ。それに俺の心の中にある答えにかなり近い。芸術の意味は創作者が与えるのではなく、鑑賞する者が与えるものだ。言い換えれば、人が鑑賞できる芸術だけが鑑賞する者の精神世界に痕跡と価値を残せる。教練員の連中には絶対に理解できないだろうがな。ああ、俺はかつて学者が知恵を求めるように芸術の極致を追い求めていた。しかし、
理解などできないという結論に俺は至った。それ以降理解されるかどうかが異様に気になるようになったんだ。難解な芸術であればあるほど理解できる人が少なくなるのは分かっている。だがそれを言い訳に自分を慰めることはできない。ずっと戸惑っていた。ここに来てニーローの踊りを見るまでな。そんなにすごかったのか。そこにいる全てのものが目を奪われた。舞台上の演者は観客から注がれる視線に胸を躍らせ、舞台下で見る者たちはその素晴らしい空気に酔いしれた。正直なところ厳しく評価するなら演技はいまいちだった。いきなりそんなこと言わないでよ。しかしそれ以上に困惑したのがそのいまいちな演技が全ての観客を魅了し、俺をも魅了させたことだ。俺は道を間違えていた。俺が求めていたのは決して極地なんかではなかったんだ。故に芸術研究の最前線から離れこのシアターにやってきた。ここには俺の欲しいものがあるからな。芸術は砂上の楼閣ではなく啓発や娯楽でいい。芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。そうでなければ芸術に意味などない。そっか、私とズバイルさんは教練員の命令通りに公演の内容を変えたくなかったのと理由が似てるかも。だってみんなが理解できないものを見せたらつまらないって思われそうで心配だったから。俺はかつてあまたの脚光を浴びてきた。だが虚名を捨て今の自由を手に入れた。この先どこへ向かおうと気にはしない。だがニーロ、これだけは頭に入れておいてくれ。君はすでに最高の舞台を手に入れている。このような機会はどこにでもあるようなものではない。たとえ相手が教練員であろうと彼らに譲歩はするな。アドバイスありがとう、ガッサニさん。学問に勤しむあの連中の頭を冷やしてやってくれ。あいつかなり気にかけてくれてるみたいだ。すっごく真面目なんだな。彼のことをよく知ると冷たく見えて実は温かい心を持った人だってことがわかるよ。それにテーブルや椅子を修理したりペンキを塗るのを手伝ったりしてくれるんだから。全然そんな風には見えないよ。シアターのお客さん、もし曇り、まさか教練員に挑もうとするなんてね。若い頃のことを思い出したよ。あの頃は怖いものなんてなくていつも一番危険なところを目指して進んでた。そういった機会はもうないけどさ、今思い返しても胸が躍るんだ。ごめん、もし教練員シアターが取り壊されたらソリンとエイブ、それにあなたは。大丈夫、そんな深刻な状況にはならない。たとえシアターがなくなってもまだ人はいるだろ。冒険者の粘り強さを侮らないでくれ。なんとかしてみせるから。でももし突然何かがなくなったらきっと悔いが残ると思うの。冒険を続けられなくなるのと同じように。そのことを心配してくれてるのか。安心してくれ、悔いをどう対処するかなら私は経験者だ。そりゃあ最初は確かに辛いけど
いつか慣れる時が来る。それにほら、今はソリンもエイブもとても幸せに過ごしてる。ソリンはシアターのテストに受かったし、もうすぐ役者デビューだ。あの子、すごく喜んでたよ。ニーローと同じ舞台に立てるって。もし過去の苦しみがなかったら、このシアターに来ることもなかったと思う。その時、ソリンは今より幸せになれてるだろうか。そうとは限らない。それって、慰めてくれてるのか？半分は慰めで、もう半分は私の本音だね。シアターで過ごしてきた日々は、私にあることをゆっくりと気づかせてくれた。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。私の人生は、夫を失った時に終わったと考えることもできるし、ソリンとエイブはそれでより幸せな人生を送れるようになったとも考えられる。だから、たとえシアターがなくなったとしても、私はそれで新しい人生を始めることができるかもしれない。いいことも悪いことも、人が定義したもので、それを自分がどう見るかなんだ。そっか。だからね、ニーロ、あなたにとってシアターはとても大切なものだって知ってるけど、あまり肩肘を張る必要はない。私たちはあなたのそばにいる。シアターがこのままバラバラになるなんてことはない。うん、ありがとう、リカードお姉ちゃん。どういたしまして。こちらこそ、その勇気にすごく励まされたよ。ニーロ、それは褒めすぎだって。ありがとう、励ましてくれて。元気を出さなきゃね。うん、しっかりしないと。ふう、だいぶ気持ちが軽くなったよ。ならいいんだ。討論の時、子供たちを連れて応援しに行くよ。君たちか、シアターの公演が中止になるって本当なのか。こいつずっと心配してんだよ。帰り道もそのことを延々と喋っててな。君だってそうだったろ。一体何があったんです？前にシアターに来た方は教練員の人だったのですか？うん、30日以内に営業を停止するように言われたの。それにシアターを取り壊すっていう通知も受けてて。急にそんなこと言うなんて、どういうつもりなんだ。どうせまた嫌がらせだろ。なんでそんなことするんだよ。説明が必要か。まあそうだな、教練員の命令だし。でも心配しないで。教練員の人と公開討論を行うつもりなの。今はその準備中なんだ。もし私が勝てば結果を変えられる。彼らの考えを変えることができるかもしれない。そんなことが可能なのですか？いやはや、さすがだ。ご安心ください、私はあなたを支持しますよ。 100% ね。ああ、俺もだ。けど、急にちょっかいを出してきた理由は何なんだ？やっぱりここの公園に偏見を持ってくるか。うん、そうだと思う。あいつら何も分かってないくせに、よくそんな結論を出せたもんだ。毎日勉強ばっかで、普通の生活には目もくれない。まったくだ。あいつら俺たちのことをバカにしてるんだよ。まあ、俺たちもあいつらのことをバカにしてるんだがな。安心してください。ここにいるみんなはあなたの頼れる後ろ盾です。彼らの勝手な振る舞いを支持する者はいません。ああ、そうだ。あいつらには知恵に序列があって、身分の高低があるかもしれない。けど、芸術の鑑賞は誰もが平等だろう。もしあいつらが俺と討論したら、俺より芸術のことを知らないからね。討論の時、相手にダンスの演出に関する問題でもぶつけて、困らせてみたらどうだ？それっていいのかな？でも、悪くないかも。こいつのは冗談だから気にしないでくれ。それよりも
君は君の思うようにやったらいい。俺たちはみんな君の味方だからだ。うん、みんなありがとう。みんながこのことを考えてサポートしてくれるから私も安心できるよ。なんとかなりますよ。もし助けが必要でしたら声をかけてください。グランドバザールのみんなで協力しますので。気迫じゃあいつらに負けないぞ。シアターに戻って整理しよう。おう、イナヤももうすぐ戻ってくるはずだよな。エイブ、イナヤお姉ちゃんを見なかった？ううん、まだ帰ってきてないよ。ただ伝言を頼んだだけで普通こんなに時間がかかるか？あ、まさか旅人パイモン、私重大なミスをしちゃったかも。イナヤ、最初からここに戻るつもりがなかったんじゃないかな。え？なんだかそんな気がするの。彼女の性格からして今回の責任は全て自分にあるって思ってそうだから。自分がシアターにいるせいでシアターが取り壊されるって思ったんじゃないかな。そっか、お父さんが現れた時からずっとあいつは自分が狙われてるって思ってたんだな。あの二人の間には大きな溝があってて、それで彼女が家出したの。私たちは討論に勝てない。でも私たちのことを巻き込みたくない、そう考えたんだと思う。それを避ける一番の方法がここを離れることだと思ったんじゃないかな。それでそっと出て行ったのか。そうだね、イナヤは悪い方に考えすぎなんだと思う。努力してみないと結果なんてわからないのに。とにかく彼女を探さないと。探すって言ってもスメイルはこんなに広いんだし、どこを探せばいいんだ？少し心当たりがあるの。まずはシティの外に行ってみよう。彼女がシアターへ来る前、シティの外でキャンプをしてたの。あの時イナヤは汚れた水を飲んだせいで熱を出していてね、私が背負って連れて帰ったんだ。シアターを出て行って住む場所もないならきっとまた一人でキャンプをしてるかもしれない。おう、それじゃ早速行ってみようぜ。うん、行こう。you
はここに大型の獣なんて全然いなかったのに、こんな遠くまで追いかけてくるなんて。ごめん。私はどうなってもいいの？シアター無事ならそれで大丈夫。みんな、私が今まで出会った人の中で一番親切でいい人たちなの。私のせいで不幸になる必要なんてないよ。ねえ、イナヤ。たとえ今回のことが本当にあなたのせいで起きたことだとしても、誰もあなたのことを責める人はいないよ。ツバイルさんは、あなたがシアターの人間である以上、私たちが守るべき存在だって言ってた。だから、どんなことがあろうとも、私たちは一緒に抗うつもり。犠牲は絶対に出るよ、ニーロ。私もシアターも、どっちも救う方法なんてない。討論で強霊院に勝てるはずがないもん。ましてや、相手が私のお父さんもなおさら。私のお父さんはとても厳格な人だから、あの人はずっと私が立派な学者になって自分の事業を継ぐことを望んでた。私も頑張ってその期待に応えようとしたの。そして私なりに最善を尽くしてきた。それでもあの人は満足しなかった。むしろお父さんは一度も私に満足したことなんてなかったと思う。私は天才じゃない。お父さんは私を叱るたびに、どうしてお前はそう平凡なんだって、そう問い詰めるような顔をしてた。そんなこと、私だって聞きたいよ。だから、お前は家出したのか？時間が経てば、お父さんも少しずつ現実を受け入れてくれると思ったの。けど、あの人は私に不満をぶつけるだけだった。あるテストでね。私、サインを取ったの。いい成績でしょ。努力が報われて、やっとお父さんに喜んでもらえると思った。学院で習った刺繍で贈り物を作って、お父さんにその日を覚えてもらおうとした。こんな娘でも、お父さんを喜ばせることがあるんだよって。そっか。プレゼントを準備してた時、私も、うすうす感づいてたんだ。刺繍をするの初めてじゃなさそうだなって。うん。ごめん。このことは隠してたの。あまりいい思い出じゃないから。当時、私はただお父さんの笑顔が見たいだけだった。毎日叱られて、私、少し疲れてたから。でもそれを手にしたお父さんは、私の成績を聞いた途端、いつにも増して怒り始めたの。私の作った刺繍なんか床に叩きつけられてね。お前は3位に甘んじるつもりなのか。どうして1位を取れなかったことを反省しないんだって言われた。あの時、私がどれほど泣いたかはもう覚えてない。でも、お母さんとお父さんが言い争ってたのは覚えてる。お母さんも、お父さんが厳しすぎると思ってたみたい。二人は長いこと言い争った後、お父さんが勢いよくドアを閉めて出て行った。謝罪も、慰めの言葉も一切なかった。それで私は完全に諦めたの。私たちは、お互いに理解し合えない運命にあるんだって。ひどい。お父さんに勝てないと思う理由は、あの人、シアターがどんな場所なのか、微塵も理解してないから。あの人には、シアターにいる演者と観客の間にあるつながりを理解できない。お父さんの人生には、仲間意識や友情なんて存在しないからね。すべて自分の思い通りになって、世界が自分を中心に回ることだけを望んでいるの。
私たちが大事に思っていることも、小さな居場所も、あの人にとっては無価値なんだよ。過去の出来事が、お前にかなりの影響を与えたんだな。わかったよ、イナヤ。でも、私たちが討論の準備してる時にね、とても深い話を聞くことができたんだ。イナヤの参考になるかどうかはわからないけど。芸術とは、人に干渉されてこそ価値がある。ズバイルさんはきちんと管理をしているから、シアターの手続きに不備はない。ズバイルさんはきちんと管理をしている。芸術の干渉に規制はない。すべてが平等であるべき。大事なのは何を経験したかではなく。知ってるかな、リカードお姉ちゃんってね、過去にすごく辛い思いをしたの。でも今はシアターの生活に感謝してるって言ってた。不運に見舞われたけど、彼女がそれで新しい生活を迎えることができて幸せになれたと思ってる。大事なのは何を経験したかじゃなくて、その経験をどう理解したかだって言ってた。理解。家族のことで辛い思いをしてきたのはよくわかったよ。その生活から抜け出したことで、あなたはシアターの一員になった。過去の出来事があったからこそ、あなたはみんなとのつながりをとても大事にし、ここに溶け込むきっかけを手に入れた。だからね、過去の痛みでやっと見つけた新たな生活を、そう簡単に諦めないでほしいの。それは。過去の出来事はもう過ぎたことだろ。当時私が家を出たのは、あのいざこざから離れるためだった。これだとまた元に戻るだけになっちゃうね。あなたはお父さんを失望させるかもしれない。でもそれは大したことじゃないと思うの。あなたには新しい未来があるでしょ。やっと見つけた答えをこのまま手放したらもったいないよ。そうだぞ、力を合わせればなんとかなるはずだ。そうだね、君たちの言う通り、大したことじゃないように思えてきた。お父さんの期待に応える必要はないし、そのことで今を諦める必要もない。もうこれ以上何かを失うことがないように、私は勝たないと。討論をすればシアターを守れるだけでなく、お父さんとの決着もつけることができる。その駅だぜ。行こう。討論のことお父さんに伝えるよ。私はあの人のことをよく知ってる。たとえ私たちのことを無視しようとも、私なら受けさせることができる。うん、行こう。今からお父さんに会ってくるから、少し待ってて。うん、朗報を待ってるね。これで準備も整うはずだよ。あとは討論が始まるのを待つだけだね。なんだか、また緊張してきちゃった。でもよく言ったぞ。イナヤをうまく説得できたじゃんか。討論の時も、その勢いがあれば、きっと楽勝だぜ。うん、
元気づけてくれてありがとう、パイモン。でも、当日、何か嫌がらせをしてきそうな気がするの。だから、もっと冷静にことに当たる必要があると思うんだ。みんなを代表していることを思うと、たとえ怖くても、勇気を出さないとね。あれ？まだ何かあった？なんだよ、その変な質問。シアターはシアターだろ？そんなの当たり前のことじゃんかよ。ちょっと待って。あなたが言いたいこと、私にもわかるかも。少し時間をちょうだい。これまでの出来事を思い返してみるから。スマイルさんはきちんと管理をしているから、芸術の干渉に規制はない。芸術とは人に大事なのは何を経験したかではなく、彼女が勝ちたいと思ってる。ちょっと違うけど、あ、そっか、分かったよ。シアターのために話を聞いて回ってた時、私たちが耳にしたのはシアターのことじゃなくて、一人一人の物語だった。シアターは私たちが集まった理由であり、私たちみんなを特別な方法で繋いでる。簡単に言えば、絆みたいなものかな。絆？シアターはリカードお姉ちゃんに生活資金を、ガッサニさんにはインスピレーションを、グランドバザールのお客さんには喜びを与えてる。それに、イナヤには、家以外の居場所を与えてくれた。シアターがみんなに恵みをもたらしてくれているから、今のように私たちは集まってる。この先もきっと、たくさんの人たちがここを訪れ、シアターから恵みを受けることになるんだと思う。そして、この温かい集まりは、私たちが受けてきた優しさを、さらにたくさんの人に伝えていくの。これが、公演を行う以外に、ズバイルシアターが存在する、もう一つの重要な意義なんじゃないかな。なるほど。確かにその通りかも。それにその温かさって、前に打ち上げの準備をしてた時から感じてたよな。でも、オイラはまだわかんないんだけど、それって、討論で何の役に立つの？いくら相手がすごくても、苦手な話題になったら弱点が出てくるはずだよな。うん。これでさらに手札を増やすことができたよ。ありがとね。オイラもだいぶ安心感が増したぜ。あとは実力勝負だな。待たせてごめん。ただいま。予想通りうまくいったよ。あまり深く考えずに、討論の提案を受け入れてくれた。開催は2日後だよ。なんだか笑ってるみたいだけど、何かいいことでもあったの？オイラたち、お前のお父さんに怯える必要はないって気づいたんだ。とにかく準備は全て整ったから、安心して。私たちは勝ってみせる。必ず勝つよ、イナヤ。信じてる。
夜風はまるで歌のように。刀は技を支え、匠は宝を言う。夜風はまるで歌のように。皆さん、ようこそお越しくださいました。私は教令院の学者、サフア。本日の討論会の司会進行を務めさせていただきます。双方の発言を最大限の知恵と公正な目で判断し、妨害することなく、どちらか一方に肩入れしないことをここに誓います。討論の参加者は双方前へ。総神様、私たちと共にこの思想上の戦いをどうか見届けてください。お前たちがどうしても説明を欲するのなら、教令員の考えを伝えよう。お前たちは教令員がシアターに対して偏見を持っていると誤解しているかもしれない。しかし教令員はスメールの国民たちにより賢い未来を選択してほしいと望んでいる。そのため国民が鑑賞する芸術は啓発的なものであり、干渉する価値があるものに限られるべきだ。だがズバイルシアターの講演内容にはそれに当たるものがなかった。言い換えるなら、もしお前たちが時間を無意味な抵抗に使うのではなく、どうすれば劇の質を上げられ、観客たちの質を啓発することができるか考えていれば、ズバイルシアターはこんなにも惨めな結末を迎えなかっただろう。開始早々すごい剣幕だな。圧がすごいぞ。リノ、耐えてくれよ。落ち着いてニーロ。彼の言ったことを冷静に分析しないと。芸術を卑下しているのではなく、
私たちの劇の内容が不適切だからこのような結果になったって言ってたけど。基準を満たしていないかもしれないけど、それを見てどんな教えがあり啓発されるものがあるかを判断するのは観客の方だと思う。どうして教令員が判断するの？それに芸術においてどちらがより知的でどちらがより教養があるかなんてそういうのは存在しないと思う。芸術は平等で規制のないもの、みんなが鑑賞する権利を持ってるものだよ。鑑賞を楽しむというのはあくまで低い次元での話に過ぎない。より高い次元を目指すには教えと啓発が必須条件となる。それは演者により高い要求をすると同時に芸術の発展を促すものだ。もし単純で底が浅く進歩のないものばかりであれば人々の美的感覚も高い次元に達することはできない。美的感覚を育むにはプロセスを踏んで進む必要がある。そのプロセスを導くことこそが教令員の本来の目的だ。この人顔色一つ変えずに話題を変えてきた。でも幸い私も準備をしてきたから大丈夫。私の考えが正しければここではこう言うべきだよね。うちのシアターにもそれを試した人がいる。かつて彼は偉大な芸術家だったけど、彼の作品を理解できる人はごくわずかだったの。芸術が啓発を促すに値するものだってことは認める。でもそれを追求するあまり難解なものを作ってはいけない。観客の日常的な経験や感情を元にしないとその劇の内容は砂上の楼閣になってしまう。観客たちの見たくない劇を演じて何の意味があるの？そんなことをすれば好きでもないものを無理やり見せているだけになる。それはお前が生半可な知恵しか持たないからだ。故にそのような解釈しかできないのだろう。なら私を評価するあなたは私よりもダンスが得意なんだよね。うまいこと返したな、ニーロ。あいつ自分の仕掛けた罠にはまったぞ。消極的事実の証明困難によりチャイフが指摘するシアターの劇の質については十分な論拠がありません。同様にニーロが言及した定義も個人的な見解に過ぎないもの。よってこのテーマでは決着がつかないようですね。また双方は感情的にならないよう注意してください。頑張れニーロ、よくやれてるぞ。それではより具体的なことを言おう。ことの発端はお前たちが規則を破ったことにある。つまりその罰として代価を払うべきだ。しかもそれは手続き上至極真っ当なものであり、こちらは何度もズバイルシアターに是正するよう通達してきた。だがお前たちは意図的に無視し天津さえ反抗をしてきた。それらが間接的に今の状況を招いている。教令員が交付した関連する法案によれば確かにそのようですね。手続きのことならこれだよね。
やっぱりズバイルさんは署名した書類をすべてここに持ってきてる。手続きに不備はない上に、どれも有効期間内のもののはずだよ。教令員はシアターの公演内容が基準を満たしたものじゃないと判断してる。でも規則や制度によると、基準を満たしていないからといってシアターを直接取り壊すことができるなんてどこにも書いてない。取り壊しの通知は書面で行い、公示する必要があるはず。そうでない場合、有効期限内の営業許可証および公演許可証の方が優先される。これらの規定に従っていない限り、そちらの手続きは正当なものとは言えないと思う。そうだそうだ、その通り。規則には特殊なケースもあり、それに過去の事例もある。教令員で審議を行えば、それは必ずや通るだろう。過去の27件の関連事例を見れば、シャリフの証言を裏付けるものは9割を占めています。しかし、それはどれも教令員で審議し、可決された後に執行されるものです。つまり、取り壊しの命令を事前に出すのはいささか早急だったと言えます。今はこれで十分。少なくとも不合理だってことは証明できた。無駄な抵抗を。この点においてはミーローが優勢だな。そうだな、気を引き締めろよミーロー。たとえ取り壊しの許可が下りてなくとも、教令員の規則に何度も違反し公演を行っていたのは事実だ。この事実に基づき、お前たちがスメールで公演する権利を永久に剥奪することもできる。現在の制度によれば、確かにズバイルシアターのメンバーによる公演をすぐに禁止することができます。そんなことできるのかよ。お前たちはシアターを守りたいというより、観客たちを引き止めて彼らから利益を得たいだけだろ。それを失えばズバイルシアターはただの抜け殻になる。公演ができなければシアターに存在する価値などあるのか。私たちはあなたが言うような集まりじゃない。しまった、落ち着けいいよ。そうだ、落ち着かないと。でも彼はあと少しなのに。ズバイルシアターはみんなにとって決して劇を演じるだけの場所じゃない。違う。私たちにとってズバイルシアターは劇を行うだけじゃなく、私たちの居場所にもなってる。リカードお姉ちゃんは世界各地を冒険することができなくなったけど、安定した新たな生活を見つけた。彼女の子供のソリンもシアターのテストに合格して、もうすぐ私たちの一員になる。ガッサニさんはここで芸術に対する新たな解釈を得て、私たちと共にここの発展を見届けることにした。ファルハードさんやフーシャングさんはたとえ公演がなくても遊びに来て、その日あったことを話してくれる。それにイナヤもこの場所に溶け込んで新たな未来に希望を持つようになった。シアターは彼らのために存在してる。私たち一人一人のために存在してるの。お前はこのシアターで素晴らしい経験を数多くしてきたのだろう。だが残念ながら、お嬢さん、お前は誤解している。お前が先ほど言った人間関係は、シアターが正常に稼働していることで成り立つものだ。シェイク・ズバイルがシアターを経営するのは、生計を立てるためであり、シアターの労働者たちは、定期的に給料をもらうため、
そして観客は公演を鑑賞するためだ。人の情とは利害関係から生まれる副産物に過ぎない。それは温かく魅力的なものだが、その立場が逆転することは決してない。難題を解決するために集まっている学者たちと同じだ。俺たちはまるで兄弟のように親しく接し、全ての知恵を分かち合おうと最善を尽くす。しかし研究の成果が出た瞬間、俺たちは同じ会議室に集まらなくなる。その理由は単純だ。俺たちは学者であるがゆえに新たな研究をしなければならない。やっぱりこいつ人の情を軽んじてるんだ。それになんだかもともと言うことを準備してたみたいで、勢いも全然衰えてないぞ。双方の主張を見たところ、現在はシャリフの見解が優勢のようです。ニーローが言うシアターの情はいずれも公演が禁止されれば消えてしまうかもしれないの。しかしシャリフが言及したのは教令院の一般的な研究方法です。教令院が学術において多大な貢献をしたのも、学者たちが効率よく常に優先順位に従って行動してきたおかげでもあります。どうしよう、なんだか逆効果になってるみたいだぞ。罠？ニーロンはシャリフに罠を仕掛けたのか？よし、彼も予想通りの言葉を言ってくれた。次の主張は討論の勝敗を決めるものになるはず。けど本当にいいのかな。イナヤにとってこれは残酷な結末になるかもしれない。私は彼女の同意を得てる。彼女が勝ちたいと言ってくれた。そのためには全てを代価にしてもいいくらいの覚悟だった。それは私も同じ。シャリフさんは人情とは目標を遂げる際の副産物であり、目標が達成される、もしくは中止されればそれを残しておく理由もなくなると考えてる。でもあなたの期待に応えられず。お父さんの期待に応えられず最終的に家出をした私はあなたの娘じゃなくなる。そうだよね。いいのよ。ごめんニーロ、やっぱり私が言うよ。私の代わりに責任を負う必要なんてない。あなたにとって私の存在する目標があなたの学術的な成果を引き継ぐことなら、それはもう完全に失敗している。それなら親子の関係を維持する理由もなくなるんじゃないかな。討論に関係のない観客は発言を慎んでください。いや、彼女に続けさせなさい。たとえその子が言わなくともニーローが同じことを言うだろう。けど実際はどんなに辛いことがあってもあなたは依然として私の父親に変わりはない。あなたはただ自分の世界に浸りすぎているだけ。なぜ私たちが感情を優先して集まっているのか理解できない。そうだ、私たちを見くびらないでくれ。ダンスが見られる場所はいくらでもある。けどズバイルシアターはここにしかないんだ。こいつも哀れなやつだ。こんなバカなことを言うなんて。静粛に静粛に、観客は討論の妨害をしないでください。正直に言うと、これは私たちが用意した最後の主張。あなたが私を娘でないと認めればあなたはこの討論に勝てる。でもその前にお父さん、言いたいことがあるの。ここしばらく私はずっと反省してた。家出したことを悪く思ったからじゃなくて、この胸にある対抗心に意味がないって気づいたから。私はずっとお父さんに認めてもらいたかった。けどいつも失望させてしまっていた。家出したのも本当はこの挫折感を晴らすのが目的だったの。でもそれは私に期待するのを諦めるようお父さんに強要していたんだと思う。つまり私のしていたことはお父さんと同じだったんじゃないかな。
もうお父さんに私の思いを押し付けはしない。私はズバイルシアターで理想の生活を見つけたから。私は家族のいざこざから抜け出し、新しい目標のために頑張っていくつもり。もしお父さんがシアターを何としても壊すというのなら、私はここの仲間たちと一緒に抗う。何をほうけているのですか、シャリフ。討論はまだ続いていますよ。彼らは今、お前の友人なのか。それは俺たちに聞くべきことだと思うが。ええ、もちろん。イナヤ姉ちゃんはとてもいい友達だよ。多少手間がかかりもしたが。うん、当然だよ。ズバイルシアターにいる限り、彼女は私たちの一員で、私たちはずっと彼女のそばにいる。ふん、施設で単純だ。だが、ほっとした。え、シャリフ、どうしたのですか？まあいいでしょう。あの人たち、行っちゃった。それってつまり、私たちが勝ったってこと？僕たち、勝ったのか。ニーロ、お前すごいぞ。ごめん、力が抜けちゃって立っていられなそう。彼にとってイナヤは今も重要な存在ってことだよね。よくやった、ニーロ、イナヤ。これで彼らはもう二度とちょっかいを出してこないはずだ。こうも強い意志を持った一面があるなんてね。君たちのことより一層見直したよ。でも本当に疲れちゃった。もう二度とこんなことしたくないかも。ニーロ姉ちゃん、イナヤ姉ちゃん、とってもかっこよかったよ。打ち上げをもう一回開くべきかもね。踊る。つまり安心して踊れる場所には自然と
人の小さな幸せがあるってこと。だから彼女が求めていたのは花束や拍手じゃなかった。ただ観客の笑顔を見たい、それだけだったの。そう、カッサニさんの見解と一致してるんだ。私その話に感動したの。それで彼女の元でダンスを習うようになったんだ。その後は彼女の代わりにここで踊るようになってね。先生が引退する前に教えてくれたことがあるの。どんな時だろうとダンスが人々にとってどんな意義を持つのか忘れないでって。だからね、私とズバイルさんは最初から教練員の命令に従う気なんてなかった。最後は大きな問題になっちゃったけど、何事もなく解決したからよかったよ。うん、でも少し心残りがあるんだ。そう、彼女は父親と対立しないことを決めたけど、最後まで有意義なコミュニケーションが取れなかった。それにシャリフさんが離れる前、複雑な表情をしてたんだ。きっと言いたいことがたくさんあったけど何も言えなかったんだと思う。もしかしたらこれから先も言う機会がないかもしれない。うん、でもいい方向に変わってくれることを私は願ってる。期待を抱くのは悪いことではないでしょ。これからもまたパイモンと一緒に私たちの公演を見に来てね。今度はリナヤが舞台で踊っている姿を見られるかもよ。お前もリナヤのことが心配なんだよな。ならこれからもちょくちょく様子を見に来ようぜ。もしかしたら関係が良くなってるかも。
シアターを取り壊すのは乱暴すぎるけど、実際はヒーローたちが踊るのを禁じることだってできた。もしその気になれば、たとえ圧勝はできなくても共倒れを狙うのは可能だったんだよな。まあいつの本心なんてオイラたちにはわからないし、今は公演に集中しようぜ。おい待った、見ろよ、噂をすれば影だぞ。あれってイナヤのお父さんだよな。ああ、お前たちか。今日は特に用事がなくてな、様子を見に来た。イナヤに会いに来たんだよな。いや、どのような公演をしているか見に来ただけだ。あの子の邪魔をする気はない。ああ、確かにしばらくは多忙だった。討論に敗れ、教練員のメンツを潰し、一時は大騒ぎになったさ。これを機に上と相談して休職させてもらった。そうしないとずっと噂が飛び交い続けるだろうからな。休職したのか。ああ、職務から離れた俺には今や自由な時間がたくさんある。こうして公園を見ることも可能だ。この場所にどのような魅力があるのか確かに理解はできない。しかし多少は好奇心を抱くようになった。あのお嬢さんが頑張っていた姿は今でも忘れられない。稲山もあの子のそばにいればより成長するだろう。当たり前だ。この世に子供のことを心配しない親などいない。あの子は見事私の急所をついた。まあ俺にそのセリフを言う資格はないだろうが。せっかく来たんだし、イナヤに会いに行こうぜ。いや、その必要はない。公演が終われば俺も帰る。俺がここに来たことはあの子には内緒にしてくれ。これを逃したらもうないかもよ。でも過去と和解するんでしょ。あなたの成長を見てもらおう。緊張しないで、みんなあなたの味方だから。二人きりにしてあげよう。私たちも離れよっか。あいつら大丈夫なのか。どうだろうね。でも信じて待つしかないと思う。そうだ、いいな。これを持ってきた。覚えたてうまくはないんだが欲しいな。いらないならいい。構わん。別に気にするな。ちゃんと話しよう、お父さん。この二人、やっぱり親子だな。もじもじしてるところがそっくりだぞ。そうだね。もし私は急いで稲を引っ張ってこなかったら、彼女も逃げてただろうし。こいつら、仲直りできるかな。どうだろう。二人にとって、仲直りは必ずしもいいこととは限らないと思うよ。長年にわたって蓄積してきた葛藤と誤解は、そう簡単に解消できるものじゃないでしょ。
距離を置いた方がいいことだってある。でも、二人がどこにいようと、心がどこにあろうとも、血縁ってとても固い絆だから、その恩恵を受けて、ぬくもりを感じてくれたらいいね。そうだ、討論の件だけど、みんながあなたに感謝したがってるんだ。だから、そのお礼に私たちでこれを作ったの。受け取ってくれるかな？これってスパイルシアターか？すごいぞ。成功だし完成度も高い。私たちもこんなに複雑なのを作るのは初めてなんだ。ツバイルさんとカスタニさんがデザインして、細かな部分は私とイナヤ、それから他のみんなでたくさん作ったの。メインの部分はリカードお姉ちゃんとネガールお姉ちゃんが作って組み合わせたんだ。あなたたちは冒険者だから、これからもいろんなところに行って無数の景色を目にするはずだよね。だからね、このズバイルシアターもあなたたちの旅の素敵な思い出になってほしいの。もしここに帰ってきたくなったら、いつでも歓迎するからね。おう、機会があったらまたお前のダンスを見に来るからな。遠慮もお世辞も必要ないよ。あなたって飲み込みが早いんだね。さあ、受け取って。これは私とあなたの物語。私はこの先もずっと覚えてるから。